はい、どうもこんにちは。チームTロックスの若です、はい、今回は、としさんのチャンネルを完全にジャックしました。としさんは今拘束監禁中です。今回はですね、適当にお家でお酒でも飲みながら流し聞いていただければいいかなと思います。先日に配信されてた、まあ、としさんのギターうんぬんという動画を、まあ、拝見させていただきまして、まあ、ギターっていうものが何なのかっていうところを知ってるか知っていないかというところの予備知識があるかないかで最初の取っかかりが違ってくるよねっていうような内容だったと思うんですけども、まあ、私が拝見して思いましたのは、まあ、物事の仕組みをよく最初に理解できるかどうかというところで取っかかりがつかめるかつかめないかというのがあると思うんです。まあ、ドラムでもギターでもベースでもそうなんですけども、新しく楽器を始めたい、好きなアーティストさんがいてこの曲かっこいいな、俺とか私もこんなのやれたらいいなっていう時に、ちょっとその自分が興味を抱いた楽器に対して少しねネットで調べてみるのもいいのではないでしょうか。まあ、ギター1本ベース1本にしてもいろんな種類だったり、アコースティックだったりエレキだったり、またギターの種類だけでも数種類いろいろありますので、自分がそのやりたいアーティストさんがどんな楽器を使っているのかっていうところに興味を抱いてみるのはどうでしょうか。それによってまあね、周りの人、ギタリストさんだったりベーシストさんだったり、あ、いいよ教えてあげるよっていう時に、まあ、これこれの曲の何々っていうギタリストがやってるギターなんだけど、こういうギター使ってるらしいんだよねみたいな感じで言ってあげると、教える側の人もああなるほどねって、そういうギターだったらじゃあこういうところで使ってこういうアンプが合うよ、エフェクターだったらこういうのが合うよっていうのがスッと教えられると思うんです。でそれによってまあ教える側がすんなり教えられると、教わる側もああなるほどっていうふうにこうすんなり入っていけると思うので、そういうところをね全く未知の状態でやるとどこから何をどうしていいのかわからない、まあ、よくありがちなのがわからないところがわからないっていうところ状態に陥っちゃうと、教える側の人もじゃあ何から教えたらいいのかわかんない、あ、みんなわかんないってなってしまうので、ちょっとだけ調べてみるといろいろ面白いかなって思います。私はドラマーなので、基本ドラムは生のドラムかエレキドラムかのどっちかしかないのでね、うん、そんなに難しいことはないと思うんですけど、まあ、あとはスネアドラムですかね、タンタンって音がする、あれがまあ周りの材質が何がどんな材質、木を使っているのか金属を使っているのかで音の出方も違うので、だこうちょっと高めの音がいいんだったら金属とか、こうゆったりした曲をやりたいんだったら木の柔らかい木、木材の側を使っているものを使うとか、そういういろいろな使っているものに対してできる曲も違ってくるので、いろんな組み合わせをして楽しく演奏できたらいいのではないでしょうか。まあそんな感じでね、何かを始めようっていう時に教わる側の人に丸投げしてしまうと、丸投げされた側もじゃあ何からってこうね不安になっちゃったり、取っかかりをつかめない場合があるので、まずちょこっとだけ予習するといいんじゃないかなって思います。さあそんな感じで取り留めもなくお話をいたしましたが、新しく楽器を始める方、ご覧の方いらっしゃいましたら、そんな感じで少し調べてみるといいと思います。おすすめです。ありがとうございました。こんな感じでいいですか。いいと思います。終了を押せばいいですか。はい。